船。皆さんは舟運という言葉を聞いたことがありますか？船で貨物運んだり交通することを舟運と言います。鶴見川では昭和の初め頃まで1日60隻を超えるほどの船が行き来していました。誠とおじいさんはサッカーの練習の帰り道はいつも鶴見川の土手を散歩します。ねえおじいちゃん、サッカーの試合で日産スタジアムに行くときに船で行けたらいいよね。そうだな。それからさ、優勝したとき車じゃなくて船に乗ってパレードするなんてどう？船でパレードか、かっこいいな。鶴見川を船に乗って河口まで行ける？昔はたくさんの船が行き来していたらしいぞ。へー、どんな船？木で作った船で竿で漕ぐような船や帆を張った大きな船も日波あたりまでは来ていたらしいよ。すごいな。海の水が引く引き潮になるときに流れに乗って海を目指し、満潮になる頃戻ってくるようにしてうまく潮の満ち引きを利用していたんだとさ。へえ、俺たちのご先祖様も船を持っていたんだぞ。どんな船？大きな船？いやいや、下越えを運ぶ船さ。下越え？人間のうんちやおしっこさ。横浜あたりの人たちはごちそうを食べていたから下越えにも栄養がたっぷりだったんだそうだ。そこでそれを船で運び畑の肥やしにしたんだとさ。うんちやおしっこが栄養？船で運ぶの？そうさ、どんぶらこびっちょんちょん、よいこらしょたっぽんぽん、なんて具合にな。臭いうんちやおしっこを運ぶからしゅーん、なんちゃって。こらこら、船でいろんなものを運ぶことをしゅーんと言うんだぞ。それからどんな船があったの？いろんな船があってな、綱島で作っていた氷、寒中そうめん、綱島温泉のお湯も運ばれていたんだ。竹やキノコ、畑で作ったものを船に乗せて売りに行ったんだ。お金持ちになりたいという夢も一緒に乗せてな。そうか、みんなの夢も乗せていたんだね。その船を運んでくれる鶴見川とみんなは仲良しだったんだね。そうだな。けれども鶴見川は暴れ川でな、人々を困らせることもあった。カエルがおしっこしても大水が出るなんて言われるほど、よく洪水を起こして人々を苦しめたんだ。その度に人々はいろいろ工夫して仲良く暮らしてきたんだな。僕たちが友達と喧嘩をしても仲直りするのと同じだね。そうだな。洪水で畑や田んぼはすぐに流されてしまうから、桃作りを研究する人がいてな、実月桃というとてもおいしい桃が誕生したんだ。すると我も我もとみんな木を植えて、寺の坊さん桃作りなんて言われたんだってさ。なんで坊さん？お坊様まで庭に木を植え、みんなで桃を作ってたっていうことだろうな。そしてたくさん作られて岡山を抜いて日本一になった時もあったんだそうだ。日本一？すごいな。僕もサッカーで日本一になりたいな。明治の初め頃にはな。おじいさんの話は続きます。土手に座って話を聞いていた誠は
つの間にか眠ってしまいました。おい、まこと、寝てしまったのか。おい、どんな夢を見ているんだ。まことはサッカーの試合で金メダルをもらい、船に乗って優勝パレードをしている夢を見ていました。鶴見川を夕日が照らしています。顔も見ていたおじいさんはまぶしそうに目を細めました。すると金メダルを胸にした誠の姿が見えたような気がしました。夢を運ぶ船、舟運の話でした。鶴見川に和船を浮かばせようと活動している方々がいらっしゃいます。手作りで船を作って見事その夢を叶えられていらっしゃいます。誠の夢も叶うといいですね。